どうも皆様、チャーミズルです。今回はですね、アセン紹介なんだけど、ちょっと違う視点からね、ご紹介しようかと思います。なんかいろいろさ、紹介したりとか動画作ってたら、結局これめちゃめちゃ後回しになって、なんか発売して1週間経たないぐらいで作り終えてたのに、多分発売して3週間、2週間ぐらい経った頃に紹介し出すというちょっと機構に走っているんですが、今回は、カラーペイントとかをね、コピーできるのを利用したガンダムアセン、ちょっと紹介していこうかなと思います。我ながらね、結構よくできてんのよ。今でこそネットに同じようなの上がっちゃってるんですけど、結構ね、自分なりに作ってみてなかなか納得のいく出来だったので、ちょっとせっかくなんでね、せっかく作ったので4つぐらい5つぐらいあったっけな、ガンダムのアセンたちを紹介していこうと思います。順々にコピーコードみたいなダウンロードできるんでね、ここで。で、最後にダウンロードする方法知らない方にも一応紹介しますが、サザビーでしょ、ドムでしょ、エアリアルじゃん。で、なんか百式もどきいるでしょ。で、一応エヴァもいるんよ。で、このグフとかもね、結構可愛くない？結構好きなんですけど、どうよ。っていう感じの、それぞれね、カラーリングをちょっとご紹介していこうかなと思います。やっぱり、持っといて損はないじゃん。たくさんね、この 40×4 つ、160機体もね、アセン作れる中で、たった5つぐらい、ガンダムのとかエヴァのあってもいいじゃないということで、なんかね、結構作ろうと思えば作れるのいっぱいあるんですよ、パーツをね、利用して。でも似てるとこで言うと、このあんたりかな、みたいな感じで、で、100式はね、なんか作る気なかったんだけど、対人してたらいたんですよ。あ、それいいやんっつって、なんか自分なりにカラー組んで似たようなものを作ってみましたけど、でも一番はね、ドムとサザビーだと思ってます。はい、サザビーはね、ネットでもいたんですよ。で、ちょこっと違うんだけどね、ちょっとおいおい紹介していきましょう。まずサザビーからいこうか。で、これアセンの知識ゼロの時に作ったものなので、ちょっと今から組み替えるかもしれませんが、一旦武器とかも紹介していくよ。銃ショットガンにムーンライトで、ここがこの、ムチみたいなやつ、出したよね、確かサザビって。なんか、だからこっちでもいいんちゃうみたいな。ハンマーでもいいんちゃうっていうところはある。でも、ムーンライト好きなんで、ムーンライト乗せますよ、私はね。で、レッドシフト出たから、今はレッドシフトに変えちゃう。で、ファンネル乗せたかったんで、700LD 乗せてます。ここはね、もう妥協なしで、ファンネルにしたいよね。で、頭とか、このパーツってのは、見た目重視で乗せてます。で、胴体が結構悩んだんだけど、確か中心にね、黄色いラインが入ってたと思うんですよ、サザビーね。そう、なので、それを、再現したいなって時に、こうなってくる。かなと。で、足はもう言わずもがな V242A だよね。本当は黄色いライン、足にも入れたいんですが、デカールとかをね、詳しく入れていくと、もっと作れますが、今回に限っては、一旦ね、デカールとか入れちゃうと難しくなるので、まんまって感じで作れるような、感じにしております。で、一応ね、このまま使えるようにブースターとかも 06SPD とか、あと P05、そのまま乗せてたりとか、乗せてないわ。絶対こっちだわ。はい、そんでですね、使っていく中で、ちょっとアセンをちゃんと組むならば、いろいろと AC テスト変えてみたんだけど、まずこのブースターがね、G2P04 もしくはこの NGI001 あたりが結構いいです。で、P04 の場合、アオルタ組めてんだけど、軽くするためにね、これで総重量が79000です。さっきのやつだと総重量結構あって、重かったり、ブーストのね、出力が結構心もとないなみたいな思っちゃって、で使ってた時に、で改良したんだけど、そんでこれ P04 でこのアオルタの組み合わせか、こっちの NGI001 にする場合はこの VP20C とかで、組んであげるといいと思います。でインナーもね、P05 とかになってたと思うんだけど、 P10SLT にするとかすると、8万ぐらいで重量のとどまりがあるかなと、って感じでね、結構いい感じに収まって戦いやすくもなるので、ムーンライトじゃないね、レッドシフトだね。そう、こんな感じで、推奨かな、自分がもし今後使うならということで、完成形はこちらにしておきます。で、ペイントなんですけども、
まあ、コピーすればね、できるんだけど、こんな感じでね、組んでおります。一応ね、ライトとか、そのパーツごとに、色のこう、テカリ方とかを変えたりとか、ちょこちょことこう、足の部分で変えたりとか、一応こう自分で一個一個ね、組んでってみたものになってます。で、色味もね、まあ、このぐらいかなーって感じで合わせてみたので、多少もうちょっと赤み欲しいとか、いう方いたらね、はい、せっかくなんでね、ちょっと対 AC 線複数やってみようかなと思います。ファンネルとか載せてるので、だいぶ楽に倒せるとは思うんですが、普通に強い武器しょってるしね、他の、何?オマージュアセンと違って、割と実用的な要素というか、武装ではあるかなと思ってるんですけど、後ろから見ても結構サザビー感ない?これ。よくない?本当はね、シールドとかがあればいいんですけど、なんか物理シールドないじゃん、今回のゲーム。なのでね、その辺は厳しいかなと思ってます。ちょっとこれ、挟まれるときついよ。溜めて、はい、ファンネル展開。もう撃っちゃおう、どんどんね。そこにファンネル入れてもらって、あ、強いね。火力は申し分ないよ。どん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 入れて、撃っていく。片方は溜めて撃とう。痛い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 。コーラルジェネとかにすると、多分もう少し、ね、火力が出るんでしょうけど。あ、やべ、逃げられた。あ、そこはしょうがないかな。でも、青いやつの方が合うよね。いいね、いいね、いいね。何の危なげもない。ハザビーって、後ろ、ケツ青い炎だよね。だってね。よいしょ。レッドシフトの方がね、やっぱ強いね。なんといっても。やめてやめてやめて。それは話が違うね。さ、スタッカーさせたい。スタッカー俺もさせられちゃったけど、知らない。ちょっと、ブースターのあれが。やばいやばいやばい、レイブン来ちゃったよ。まずい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 。ちょっと待ってくれ。火力高いんだ、こいつ。3連積んでるから。お、あれだ。終わんなかった。よいしょ。よし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 。よしよしよし。結構ギリギリか?結構ギリギリではある。なに?ヘッドシフト、いいよな。普通に。使い勝手もある。まあ、ファンデルに任すときは多分この勝負勝ちなんだけど。あとなんか、ランセスとか強化されたから、普通にランセスとか乗せてもいい気はする。ちょっとまずいか。待って待って待って。なんかすごい、誤操作が。どうした?すごい誤操作を。いけ、ファンデル。なんかこういうのを見てるとさ、逆襲のシャアめっちゃ好きなんだけど、負けそう?負けそうではある?逆襲のシャアめっちゃ好きなんだけどさあ、見返したくなるわ。半年に一回ぐらい見返したくなるんだよな、あれ。はい、続きましてドムです。ドム結構完成度高いと思ってんだけど、どうでしょうか。まあ、こんなバズーカちょうど持ってるし、まあ、あと見た目がマジでまんまじゃない?結構ね、ニアピンでドムだと思ってるんですけど、で、しかもカラーリングとかも結構うまくいったなと思ってて、割と気に入ってます、これ。あ、頭もね、ほんとまあ似たり寄ったりの感じのがあって、なんならこういうさ、頭のドムみたいな派生のやついたよね。ちょっと、そこまでめっちゃ100、オタククラスに詳しいわけじゃないんだけど、普通に好きでガンダムとかゼータとか、ダブルゼータぐらいまで見て、まあ、そこそこ履修済みではあるけど、めっちゃ詳しいわけじゃないから、パッとは出てこないんですけど、こんなのいたよね。で、ちょうど今持ってるのがこのマジェスティックっていうバズーカなんですけど、まあ、こんな中型のやつですね。まあ、これだけで戦うのはちょっと難しいから、めっちゃ実用性求めるんだったら、まあちょっと近接武器、まあ、それこそ、まあなんかブレード系のやつとか、まあこういうの持ってもいいよね、レーザーダガーとか。うん、持ってもいい。けど、まあちょっとスタイリッシュにしたくて外してたって感じですね。で、フィラメッザ、マインドアルファ、VP46S42A と、V42A という感じの構成になってます。まあ、ブースターとかは何乗っけるかとかによってね、また自分で
好きに変えてもらえばいいと思う。これは完全に見た目とかにしてます。ライティングとかも、まあ、その場所によって変えてみたりとかしてて、ペイントがねこんな感じになってます。この黒とかグレーとかもちょっと色味をね、何マテリアルを いくつにするかによってちょっと見栄えが変わったりするのを利用して、なんか確かね胴体だけ少し色味が変わってて、それに合わせて自分変えたと思うんですよね。変えてる感じ、このパッと見ちゃうとあんま分かんないか。はい、こんな感じにしてみました。ちょっとドム感はねやっぱ背中にしょっちゃうとないんですけど、マジスティック残してこれで火力叩き込みつつ、レーザーダガー使いつつ、あと肩は高火力の、誘導の、ね、2連ミサイルと、あと12連の垂直ミサイル乗せてます。でそれに合わせて P10SLT にしてきたんだけど、ブースターは規格でちょっと水力近接寄りにしたりしてます。ただね場所をつけれるわけじゃないんですけど、腕がねこれほら結構ね割と全部いい感じなので、まあ一旦近接武器適正92あればまあまあまあ許しとくかって感じでね。だってさ、これをね、やっぱね、場所にしたと違うんだよね。はい、てな感じでね、ちょっと実践もじゃあこれで行ってみましょうか。何行くのがいいかな？いや、ということで、ちょっとミドルフラットエル君とね、倒していこうかなと思うんですけど、ちょっと我ながらこれダメかもしんない、この装備。きつそうじゃね？普通に AC に持ってきていい装備じゃない気がする、これ。まあ、レーザーダガーをいかに利用するかみたいなところはある。これ天井大丈夫かな？はい、はい、ちょペイターが弱いからペイターからやろう。当てて、見えない見えない、どっちがペイターか分かんない。当てて当てて、どこにペイター行くんだ。お前早いな。ほらもう泡で見えない、本当に泡で見えないからやめてほしい。お前じゃないな。先にペーターからよ。あ、しかもね、これめちゃめちゃ重い、機体が。多分めちゃめちゃ重くしちゃってる、俺。ほい。君からね。うわぁ、マジか。あ、もう、は、ちょっと、どうなってるかわかんない。どっちがペーター、そっちがペーター。ほら。回復されてるー。うわ、もう何も見えねえ。ガチ何も見えねえ。さあ撃って、あーお前蹴るなよ、フラットウェル君蹴るなよ、お前蹴ったらどっか行っちゃうじゃないか。あー、オッケー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 、まあ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 、まあ、ちょっと危ないあったか。いやドムはおとなしくドムで飾られといた方がいいかもしんないこれ。はい、続きましてこちらです。エアリアルになってます。エアリアルはね結構いっぱい出てて、なんかねちょこちょこ違うようなのは見るんですよ。で個人的にはこれがいいかなと思って作ったんですけど、まあ皆さんのねお眼鏡にかなうかは知りません。こいつはね結構使えるんですよ、対人とかで。そう、まだから後でやろうかなと思ってんだけど、VP66 のこのハンドガンね、レーザーハンドガンに、レーザーブレード乗せてます。そしてトゥルエの2連のニードルミサイル、これね強くて、そう、これを使ってこうぜの、まあ汗になってるんだけど、普通にぽく見えるんだよね。なのでまあいいなと思って使ってるんですけど、で頭とかみんなこれだった気がする。でデカール貼ってる人は変えてたりした気がするんですけど、ノーマルペイントで行くんだったらこの組み合わせが一番いいんじゃないかなと思ってます。でアルーラ P10SLT VP20C と、これはね実用性も加味したアセンですよ。でペイントはねこんな感じになってます。まあ後でねこれも紹介してると思うんですけど、はい、
はい、この辺からですね、あんまり実用性を加味してないんで、ちょっと遊びっていう感じになるんだけど、まず百式ね、こんな感じです。百式むずいんだよな。まあ、カラーリングってところがミソではある。まあ、この辺をベースに、ちょっと違う、まあ、武器持ったりぐらいが限界なんじゃないかなとは思います。だいぶ無理があるけど、カラーリングとしては気に入ってるので、まあ、ひとまず紹介しようかなという感じ。カラーリングの、メタルとかね、この辺はこういう感じで組んでおりました。武器とかはね、まあ、そのままにしてます。肩とかにね、何乗せるかとかすごい悩んで、でもね、テカリ具合とかは結構気に入ってるんですよ。こうやって見た時に、こことかで、なんかぽくない？頭がどうしてもね、難しくはあったんだけど、でもね、結構、まあまあまあ、カラーリングのところまではいいとこいけたんじゃないでしょうか。はい。ということで次行きましょう。はい、エヴァ。エヴァはね、いたわ。うん。確かなんか、エヴァの、ツイッターからなんかでおすすめに流れてきた気がする。はい、こんな感じになってます。でもね、フレームはやっぱぽいよね。エヴァ感ある。このまんまでも全然いける。逆足とかでもいいんじゃない？なんか逆足っぽそう。あー、でも二脚か。あ、これでもいいね。ダン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 って走ってきそう。ありありあり。まあ、こっちでもいいか。って感じね。はい。あ、武器は好きに持ってください。軽量版でやるならこういう感じのペインティングもあるよっていう感じで作ったものです。まあ、カラーはね、プリセット保存してもらって適用したらね、全部持っていけると思うので、はい、こんな感じになってます。まあ、最後にちょっと詳しい方法を紹介しようね。はい、わかんない人もいると思うので。はい、最後、グフなんですけど、まあ、なかなか気に入ってるよ。これ普通に攻略持ってったしね、なんなら。右手の武器は実用性を加味した特殊ショットガン。で、ヒューベンは、まあ、ガトリング持ってるじゃん、グフ。なんで、まあ、ぽく持ちました。こんなでかくないけどね。で、後ろは10連ミサイルとハマー背負ってて、まあ、一応近接もつけてる。まあ、こういうの持ってるしね、なんなら。あ、名前が出てこない、全然。ヒートロットだ、ヒートロット。そう、そんな感じで使ってたので、ハマーも乗せてます。っていう感じの組み合わせに、フレームはこんな感じの内容になってます。結構むずくて、まあ、水色好きなんで作ろうかなっていう感じで作ってみただけなんですけど、まあ、一応、頭とかもね、ザクっぽいのあったりとかするし、まあ、ひとまずこんな感じでいかがでしょうか。まあ、FCS とかブースターとかは、こんな感じに載せてます。まあ、ちっちゃいのしか乗んなくて S にしてるんで、実用性は微妙ってところかな。ガトリング抜いてちょっと違うのに変えてみたりすると、軽量機体としてもまあやっていけはするかもしれません。はい、ペイントはね、こんな感じです。ここに、まあ、追加要素としては、こういう感じでちょっと汚すペイントとかを組むと、よりっぽくなる。まあ、個人的によく使うのこの辺なんですけど、結構汚してみたりしても、なんかガンダム感出る。じゃあ出ますよね。うん。意外とね、こういうの使わないで組んでる人もいるんだけど、汚した方が味出たりする時もあるので、グフなんかもね、結構良くない？まあ、全部こんな派手に汚したくなかったら、控えめの汚れペイント乗せるだけでも、ぽくなる。さあさあさあ、ウォッチポ来ましたよ、ウォッチポ。上がっておいや。第一世代とは違うのだよ、第一世代とは。結構、アセン変えてきたけどね、普通に。アセン変えてきたけどね。あれ、今、2個目の近接入んなかったか。おらおら、戦い方次第で、グフでも勝てる。ガンダムには勝てないかもしれないけど。おら、痛い。なんか初めてこんなこっちで戦ってる俺。あ、まあ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 、余裕よ。さあ本物を見せてやろうでー。ちょっとFCS とかすげえ適当にしちゃったからだいぶ実用性ないんですが、それでもいいか。うえー、火力出るねー。いい火力してるねー。たまるたまる。このまま
とかそうだよね、そろそろ入るよね。入ると同時に、あー紙一重、まあ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 、まあ、炎が怖い、炎が怖い、それ当たるんだ。まあ一旦かかっときなよ。よいしょ、はい、どんどん、はいはい、当たんないんだ、オッケー、全然当たんなくてびっくりしちゃった今。はい、ショットガンからの、うん、くさ、当たんで、あくそちょっと待ってくれ、オッケーオッケー、まあまあまあ、まあ、あと少しだからね、そのまま、ちょっとまずいか、この距離しんどいぞ。早く早くな、早く剥がれろ、早く剥がれろ、逃がすかちょっと待ってくれ機動力が追いつかない、旧型ではダメなのか、あーわ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 ー、危なげはないよね、いや強い強い強い、まあ、グフさんもこんなもんですよ。 いいね、なんか全然関係ないけどボス弱体化を入ったおかげでいろんなアセンで気軽にボスに挑めるようになった。はい、最後ね、ひとまず今回は2、4、6個か、6通り、まあ、ガンダム系統で組んでみたんですけど、まあ、一番最初ドム作ったんだよね。そう、ドムが一番、あ、いいやんつって足でね、作ったんですけど、まあ、なかなか全部似てはいるんじゃない？カラーリングだけ見たらね。はい、実用性あるかは知りません。ということで最後ね、ご紹介なんですけど、ダウンロード。自分今回紹介ごとにコードとか載せてたと思うし、概要欄にコード載せてると思うんで、コピペしてね、ここで、共有 ID 入れるとダウンロードすることができるんですが、それだけだと、カラーをいじれないんですね。例えばここと一緒でこういうところでリトルツイーとかをやってアセンするとこんな感じで初期化されちゃいますよってなるんだけど、ペイントから入ってもらって一旦初期化されるんだけど、戻って編集内容を破棄して終了からのもう一度ペイントいくことによってカラーリングとかを見て保存することがプリセットでね、できるようになったりとか、ここで上書きでカラーリング保存できるようになったりとか、あとはそのままアセンをね、いじれるようになるので、そこからカラーリングだけ取って自分で変えたりとか違う機体にね、入れたりすることもできるので、その状態で、なんか好きなところにセーブしておくといいと思います。いらなくなったら消せばいいのでね。はい。って感じで一通り今回ね、ご紹介したやつ、ダウンロードしてカラーリングもそのまま使うことができると思います。いいカラーリングないかなと悩んでいた方やガンダムアーセンね真似してみたい方はぜひやってみてください。ということで今回は、6つの、まあ、オマージュカラーリングアーセンご紹介いたしました。はい、サザビーとかねぜひ実践でも使ってみてください。楽しいです。ということでまた面白いものあったらご紹介していきますのでそちらもよろしくお願いします。それではね、バイバイ。